こんばんは。はやお待たせしました。どうも。お疲れ様です。みんなもお疲れ。久しぶり。とってもお久しぶりです。こんばんは。いつぶりなんだろう。毎回言ってる、いつぶりって。ショールームやるたびに。みんな元気？おへさー、こんばんは。元気？ずいぶん空いた。月も元気だよ。顔見に来てありがとう。こんばんは、こんばんは、こんばんは。暑い。本当に暑い。今年の夏は暑すぎる。ね、本当にどうしよう。まだまだ暑い日が続くけど、何しててもね、暑いですよね。外出た瞬間にもう溶けてない。大丈夫、半分溶けてる。うん。大阪涼しかった。本当？東京がめっちゃ暑いのかな。え、なんか今年異常な暑さだなって思って。福岡も暑い。本当。わ、つる、つる、つる、ありがとう。クマ、タワー？これ。サングラスクマ、ありがとう。つる、ね。東京暑い。なんでこんなに暑いって思うんだろう。空気がもうね、暑すぎて。これもタワー、もしかして。ナーラブさん、ナーラブさん、ありがとう。ナーラブ、そう、本当にサウナみたい。24時間サウナみたいな感覚。なんかそう、今年はジャカルタに行って、ジャカルタはフェスとかファンミーティングがあって行ったんですけど、そう、でもそのフェス自体は夜だったので、日が落ちてからだったから、まだそんな暑く感じなくて、まあ暑かったけど、そのカンカン照りの暑さはあんまり感じなくて、空気もまあ夏だなぐらいだったんですけど、帰ってきた後の日本がもう暑すぎてね、すごかった。そうそう、夜になったら涼しい。さっきまでゆきりんさんが配信してた。あ、そうだよね。ショールームしようと思って、今日ショールームの、久しぶりだといつもショールームのログインから始まるんですけど、自動的にね、ログアウトされちゃってるから、ログインしようと思って開いた時に、
ふと誰が配信してるかなーって、誰かいるかなーって思ったらゆきりんさんが配信してた。ね、野外ライブ、野外ライブファンのみんなの方がさ、でもさ日差しのあるところで見てくれてるわけじゃん。で今年は TIFF とか佐賀とかね、あったわけじゃん。この前の大阪ファンミもさ、この前昨日あれ昨日あれ昨日昨日昨日もさ、なんだっけ、ライブが終わった後とかさ、握手待ってる間みんな外だったんでしょ。ファンのみんなって本当にすごい、本当にすごいよみんなね、そんな暑い中来てくれて、見てくれて、いや愛やでって、本当にそう愛やで、ほんまにありがとうね。昨日の髪型めっちゃ可愛かった。本当昨日はハーフツインの、ストレートのハーフツインにツインの結んであるところを全部一本の三つ編みっていう髪型をしてたんですけど、初めてやりました昨日お初の髪型。そうメンバーでやってるメンバーとか見かけて気になってて、ずっとで、まあこういうファンミーティングの時とかは、地方行った時とかはなんかレアな髪型したいなっていう気分になるんですけど、せっかくだからと思って昨日やってみた。すごい好評だった。結構メンバーからもスタッフさんとかもこう髪やってもらって帰った時にすごい褒めてくれた。レアでした。でまたやりたい、巻き髪バージョンとかでもやりたい。あ、え、タワー来てる、ありがとう。すごい増えてる気がする。クマが2個、どこだ。つるつるどれがた、あ、ウルトラさんもか。ありがとう。合ってるかな。ウルトラさん、つる、ありがとう。TikTok かわいいね、ありがとう。 TikTok 今日はそう、ケンゾーさんとのコラボ動画をね投稿しました。 TikTok とインスタのリールにアップしたので、もしよかったら見てください。最近は
もう初めて会う方とかファンの方もそうだし、なんかいろんな人がすごい TikTok 見てます、 TikTok おすすめで流れてきますっていう言ってくれる方が増えて、すごいびっくり、嬉しいです。みんなのおすすめにだんだん上がってきて、さ踊ってるのもそうだけど、昨日はたこ焼きをただ食べてる動画をあげました。そうそうそう、ただただたこ焼きを一個食べたやつ。あ、テレ朝の YouTube の歌バラっていうね YouTube がテレ朝で始まったんですよ。そういえば新番組、それの初回に AKB が出させていただいて、前半後半前編後編で2個動画が今上がってるので、よかったら見てみてください。そう、 AKB の歌以外の歌とかも歌ってたりします。いろんな企画に合わせてチャレンジしながら歌うっていう、そうそうそう、普通にメンバーでもやってみたいなって思った。そう、シンクロときめきも歌った。シンクロときめきはソロコンぶりに歌いました。ソロコン懐かしの、ね、YouTube で見れるよ。 YouTube チャンネルです、テレ朝の歌バラって言ったら出てくると思います。ソロコンね、またやりたいな。あ、ウォーカープラスもね、ウォーカープラスさんもソロ取材していただいて公開されてるので、ぜひ見てください。カラコンはあれです、エヴァカラーワンデーナチュラルのパールベージュです。TikTok のカラコンウィンクの期間の、AKB 公式の TikTok に紹介してるやつと同じやつです。そうだよ、劇場公演がね、もうあっという間に時は過ぎ、今月までです。今の劇場はリニューアル前ね。明日も公演があります。
お、明日劇場行くよ。明日ね、そう、明日は誰恋ですね。推ししか勝たん。そう、誰恋、誰恋です。あと何回出れるかな。もうだいぶね、ないと思う。だいぶ少ないと思います、うん、出張公演みんな来る？出張公演みんなどこが当たってるの？秋田？当たらない。そう、全部当たらなかったって言ってる方もこの前のオンラインお話し会で結構いて、悲しい。埼玉、宮城、秋田、茨城、ああそう茨城ね、いけない。仙台、山形、埼玉、外れた。沖縄、奈良、新潟、千葉、福井、宮城、大阪、秋田と岩手、そう大阪もね、また行けます。青森、私どこ行くんだっけ。そう誕生日の前日も公演なんですよ。誕生日前日まで3日間連続でいろんなとこ回って、そうそう忘れちゃった。大阪は行く。大阪奈良とか沖縄とか。吉川行くんでしょって。吉川いじり。さあ秋田とかも行く。新潟、地方でね、公演。できるのってなかなかないからね、楽しみです。計10回かな、私は行かせていただきます。すごいまとめてくれてる。福井、長野、新潟、宮城、岩手、秋田、大阪、奈良、福岡、沖縄です。だそうです。ありがとう。月が遠征するときは何が楽しみ？もちろんその地元のに住んでる方とか、なかなか公園来られ、普段は来れないけどここなら行けるっていうファンの方に会えるのも楽しみですし、その土地その土地の美味しいものを食べれるのも楽しみですね。かタワーありがとう。かありがとね。
校の時間はどうなんだろうね。場所によってはあるかもしれないし、ないかもしれないし、何にも分かってないけど。そうそう、靴下もらったの。であれかな、昨日のことかな。昨日大阪行って、大阪のあの MC の時に、毎回ファンミーティングってあのメンバー同士で対決して、あのなんだっけ、帰りの駅でお土産たくさん買える権利がもらえるみたいな、優勝者にはってのやってるんですけど、それで昨日真中が勝ったんですよ。そう、じゃんけんでじゃんけんで真中が勝って、そう、それで真中とあのレミちゃんがね、一緒に二人でお土産を買っていたんですよ。そう、それで帰ってきたら、すごいいろんな種類のお土産を買ってて、みんなに向けてのお土産も買ってくれてて、その中で、まあ、お菓子とか、なんだっけ、リクロおじさんとか買ってきてくれて、で、あともう一個靴下をね買ってくれたの写真見た？そうそう、靴下を買ってきてくれて、なんだっけ、あれなんだっけ、青い人なんだっけ、なんだっけ、青い人、あ、食い倒れ、ん、食い倒れ、食い倒れさん食い倒れ人形、食い倒れ太郎っていうの、メガネしてる人、青い人、まあ食い倒れさんが食い倒れさんの靴下をね買ってきてくれたんですよ、みんな分で。あのデザインが3種類あって、ドアップ食い倒れさんと、なんか斜め向いてる食い倒れさんと、あと何個か忘れちゃった、なんかおしゃれな食い倒れさんと、そうで、みんなで順番に引いてったの。袋に入ってるからどれがどれか分かんなくなってて、で最初に引いたのがあやみんとなるさんと、あとえりこちゃんの3人が違う種類の3種類の食い倒れさんをそれぞれ引いたんですよ。そうで、だから次から引いた人はチーム長友とか、チーム倉野とか、チーム橋本みたいな、チームエリコかなでチームを作って、でみんなでランダム引いて、ああこれチーム長友だったみたいなことをやってて、そう、私はチーム長友でした。ドアップ食い倒れさん、めっちゃドアップの、そうだから今度履きます。そうそうそう、くるぶしソックス、くるぶしソックスって結構ねメンバーはよく使うので、衣装着るときとか
ドキの声のトーンいい感じで低くて眠くなる、いい意味で眠くなるか。目落ちしそう。ショルも初めて見ました。嬉しい。ありがとう。ひなこ。ひなこちゃん。昨日か大阪は。なんかもうあっという間。もう。なんか握手会とか。ファン見とか。でいっぱいみんなとね話すけど、なんか会えなくなるとさ、会わなくなるとすぐ、ああもう一回話したいなーとか、もう一回会いたいなーってなるよね。なるよね。こんにちは、高校生ですか。22歳です。22です。そう、来月でそう23になるんですよ。早くない？早い、超早い、めちゃめちゃ早い、あっという間ですね。そうだよ、早いよね。なんか今日ね撮影があったんですよ、まあお仕事で。なんかスタッフさんがなんか占いにハマってるみたいで、なんか名前忘れちゃったんだけど、なんだっけ12種類あるやつやつ、私は銀の銀のなんとか座みたいな、宝座みたいな、なんだっけ知ってる人いる？銀とか金とかあって、銀のあーなんだっけな、銀の宝座みたいなやつ、宝座って言うんだっけ、合ってる？大喜利じゃないの、銀の皿じゃない、銀のピアスじゃない、鳳凰座か、え、その難しい漢字鳳凰って読む、ゲッターズ飯田さんのやつ、鳳凰、あ、そう、あっちゃん合ってる、銀の鳳凰座なんです私。でそういうのが12種類あるんですよ。でそのね、そのスタッフさんによると銀の鳳凰座は今年もう一番運がいいらしい、運勢がめちゃめちゃいいらしいの。だってそう、やったね。そうなんです、らしいんですよ。なんか誕生日近く、誕生日あたりで何かを始めるといいらしい。
なんかを始める。何始めようかな。最近の運いいエピソード、運いいなって思うことはあったよ。ここ最近より感じる。そうで、自分もいいし、なんか運勢が悪かったりとか、今はあんまり運勢が良くない人とかも私と一緒にいれば運勢が良くなるらしい良くなるらしいよ。だからみんな私といいな一緒にいよう。私が幸せにするから みんなおいで そうって言ってた。本当にびっくりびっくり。お、たまちゃんありがとう。くまありがとね。たまちゃん、そうだよ。私、と一緒にいれば運気が上がるんだってみんな。月活は何から始めればいいですか。そうだな。ウィバースとかかな。一番日常さらけ出してるというか、一番いる頻度の高いのがウィバースですかね。今TikTok とか劇場もね、まだその次申し込める劇場はいつあるか分かんないから何とも言えないけど、ライブも見てほしいですし、昔ってかこれまでの自分を見たいなって方は映像倉庫で私のソロコンサートとか、あと YouTube のチーム4鉄な公演とか見てほしいです。ウィバースは本当にね、容赦なく蚊に刺された画像を載せてる。生きがい生きがい
守りたいこの笑顔そう、普通にウィバースにこの辺刺された時にその写真送ってるそう、そういうなんかインスタとかでも上げないような写真だったりとか日常、まあ今日こんなことがあったんだよっていうのを結構送ってます、ウィバースに。もし敷く方も今日もね、とあるハプニングエピソードを送信しました。かな。あとラジオのパーソナリティを2つやらせていただいてるんですけど、日曜日の夜の23時からの走らないと、ベイ FM の走らないと with AKB48だったり、 AKB48 のささやきラジオ、月曜日山梨、石川、福井、山口で流れてるんですけど、まあ、ラジコで聞けます。月曜日の、あ、そう、ささやきラジオは今メール募集しております。ぜひよかったら、セリカさんとかな、そう、初めてセリカさんとささやきます。ぜひ。そう、割と、お、うーん、割とね、そのラジオをやるようになってから、なんだっけ、ファンミの MC とかする機会が増えましたね。今何時だ？今何時なんだろう？ん、早っ。9時43分。おお。ありがとう。時間、そう、早いね。あ、そうなの。ナウって打てば出るのね。すごい。ギャルピース。近い、近いから。あれ、ナウってやっても出てきてないよ。あれ、ナウって打ってもみんな出てきてないよ。人によるの？猫耳？意外と出ない。あ、しめじ使ってる人が出るんだね。そんな言われたらもう次からさ、あ、この人はしめじ使ってるって思っちゃう。いやー、すごい、これ何、すごい、いっぱい。
あ、おりごちゃんはしめじだって思っちゃう。面白い女面白い女。しめじ使いがバレる。俺の嫁。面白い女。スタンプじゃないか、プレゼントか。プレゼントも面白いね。いろんな種類のが。あと何か何話す？何話すかな。最近何があったかな。いろいろありすぎて。みんなは何が最近楽しかった？何が印象に残ってる？セミとぶつかった。すごっ。セミ今日見つけました。発見した。インサイドヘッド2ね、よかったよね。あのインサイドヘッド2とか結構お話し会とかでファンの方と語ってる。ちょっとここだとネタバレとかねあれですけど、お話し会とかでよかったら語りましょう。佐賀のサインボール、佐賀でサインボールさピョーンってみんなにあげる、投げて渡す時があったんですよ。その時勢いよく投げたら、あの上のとこ天井かなに跳ね返ってポーンって戻ってきた、うん、戻ってきた。はーって投げたらポーン、みんなのとこに行かなかった。星屑テレパさん、なるさんと同じ高校です。面白い女、面白い女。そう、なるさんと同じ高校。あ、おてちゃん、私だけ後輩っていう設定の役です。なるちゃんのことなるっていつ言い始めるの、うん、なるさんはそう、たまにあのタメ口でいいよって、昨日の大阪で普通にあのライブ前に間違えてね、間違えてタメ口でタメ口口調で話しちゃった時があって、昨日結構なるさんとはライブ前とかレッスンの時とかなんか振り付けとか一緒に踊ってここはこうだよねみたいな話したりするんですけど、その時に勢いよくなんかタメ口で話しちゃう。
あ、そう。そう、なるさんはいいよっていいよって言ってくれてるんですけど、でもそうタメ口で話してみたい自分もいる。タメ口で話してもっと仲良くなりたい自分もいるの。でも先輩です、先輩で、ね、先輩ですよ、人生も先輩。そうそうそう。タメ口だと謝らなくていいって。そう、すいませんなるの。でも本人はいいよって言ってくれてるの。でもね、タメ口ファンタジー、タメ口でね、そう、ゆうゆうちゃんとかみゆちゃんとか先輩だけど同い年でっていうきっかけで、最近はタメ口でね、あの本当に話してるんですけど、まあ、確かにナーミン、確かにナーミンも同期で、年上であるけど同期で、なんか不思議な世界だよね。不思議な世界。頭抱えちゃう。そう、なんかさん付けとかタメ口、敬語とかもうずっとそれに慣れてるとさ、パッて変えるのって難しくない？それをパッて変えられる人って本当にすごいと思う、うん、切り替えられる人。そう、切り替え方が分かんない。普通にそういいよって言われたならそうすればいいんだけど、でもそんなさそんなさ、すぐに切り替えられないよ。明日ってなるさんいるよね。ね、まだまださメンバーとしてさ、これから AKB を盛り上げていく仲間としてさ、一人一人とさ、みんなとよりね距離を詰めていきたいし、もっと相手のことを知って、みんなで理解し合って絆を深めて、私ももっと自分から積極的にいろいろ意見も言える仲になりたいと思うから、先輩後輩関係なくね、なるさーん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 、
なーなるほど切り替えられる自信ないな。なるほど。なるさん、なるしゃん、なるし、なるしゃん、なるちゃん、さんとちゃんの間。じゃあ次次いいよってタメ口で話してって言ってくださった時には切り替えます。はい。でもさ、そんないいよって言ってくれてるけど本当にいいか分かんないじゃん。その優しさで、その勢いでいいよって言ってくれてるだけかもしれないじゃん。思っちゃうの。だから急にね切り替えられないんだよね。そう、本当に本当に良くてそっちにしてほしいっていう。なんか見えたら全然いけるけど、もし、まあ、本当は思ってないけどいいよって優しさ勢いで言ってくれてるかもしれないって思うといけないんですよ。ね。そうそう。ISFP だからなんかな。本当にナルさんとは、あ、ナルさんとはめっちゃね、すごい
仲良くさせてもらってます。めちゃめちゃなんかいろんな場面でいっぱいお話しする先輩ですね。そう、こいつの振り合わせとかもいっぱい一緒に V 見ながら意見言ってみたりとか、さあかき氷もね合間に合間時間に一緒に行ったりとか、昨日はたこ焼きポーズを教えてもらった。たこ焼きポーズ、レミタンってどんな子ですか？レミタン、レミタンはめちゃノリがいい、ノリがいい、若い JK って感じレミタンとはジャカルタ行った時に一緒で、そう、意外とギャルなの。ジャカルタ行った時に一緒に行って、そこでよりね話すようになって、めちゃめちゃノリ、何言っても肯定してくれる優しい、何言ってもそれいいですよねとか、なんかポジティブなこと言ってくれる。今何時ですか？しめじの人な、打って打って、10時3分。お、もう10時過ぎたんだしめじ民が多い兵士みたいな、えい、しめじ？時間を教えて。あ、しめじじゃなくても、しめじじゃないけど出る。うん。ありがとうね、教えてくれて。10時が過ぎてるということで、そろそろ終わろうかな。
明日は公演。また配信できる時にねしたいと思います。うん、ありがとね。ではでは、ランキングを発表したいと思います。13位つゆぴー、12位ガンちゃんよし、11位チャミちゃん、10位餃子のポーチ、9位トシちゃん、6位センカちゃん、7位タマちゃん、8位カカ、7位タマちゃん、6位センカちゃん、5位滝川夫婦、3、4位モリポン、3位ウルトラさん、2位ナーラブさん、そして1位ツル。ありがとう。ありがとうございます。明日から仕事、また仕事ですか？あ、今お盆か。休み、みんな。お休みじゃない、間違えた。お仕事？休み？お休みか。仕事。それぞれだしね。でもお休みの人が多いのかな、やっぱり。うん、なんか台風来てるよね。台風にも気をつけつつ、明日もね一内が動くか分かんないので、みんなで気をつけながら楽しんで過ごしましょう。お休みの人は楽しんで、お仕事の人は頑張って明日も暑いので一緒に気をつけようね。23,313 人の皆さん、ありがとうございます。いつか握手会行ってみたいです。ぜひおいで、待ってるよ。では、ありがとうございました。またね。ではおやすみ。明日の公園で会いましょう。またね。バイバーイ。ありがとう。